ようこそ、やまびこの谷へ。え？君、何？コモドオオトカゲだ。嘘つけ！いやいや、コモドオオトカゲが私の名前だ。我々は、やまびこだ。え、嘘！マジで、やまびこ？妖怪の？言ってつく、やまびこについての自由研究してるだ。本当に君たちが返してただ。そうだとも。声真似うまいだろう。うまいだ。一徹くん書いて書いて。やまびこ本当に犬っぽい見た目だったって。ありがとうお前。で、今まず玉を探さなきゃ。自由研究は後でゆっくり聞くよ。そうだっただ。コモドオオトカゲさん、僕のペットの犬が迷子なんだけど知らないかな。ちょっと首が長くて足が短いだ。変な犬だからすぐ見つかるだ。首が長くて足が短い。もう少し詳しく教えてくれないかな。こんにちは。私が案内してあげましょう。ここの山彦なら大体誰でも知ってます。あ、それと私は何という名前だと思いますか？え、カルボナーラとか？あ、違います。ポチ？いえいえ、普通だからポチ袋、ボジ、ボツ、ボチだ。ボチじゃなくて何という名前だと思いますかという名前です。あー、名前呼びましたか？誰？名前です。呼んでない、呼んでない。そうですか。なんていうか個性的な名前が多いんだね。そうですね。ドラゴン、落ち武者、ゴジラ、ケロベロス、足首。明らかに損してるのいる。え、待って、じゃあホットドッグとかいる？あー、ノットドッグなら。いや、違う違う、あのほら、あの食べ物のホットドッグみたいに。あー、コールドドッグいますね。近いのか遠いのか。いやー、かわいい犬がたくさんいて天国だ。はい、お手。お呼びで。ああ、はい、あーです。なんでしょうかご主人様。呼んだかね。ややこしすぎる。ペットのお方なんて名前ですか？あ、タマって名前。あー、猫っぽい名前。あ、でしたら我が輩に何か用かね。いや、本物の猫じゃなくて猫っぽい犬。俺のことか？2割猫。猫っぽい名前の方を多く知ってるそうで、タマっていう方をご存知ありませんか？ああ、俺は知らんが。おい、シュレディンガー、タマってやつ知らねえか？ああ、あいつなら知ってるかもな。ああ、どうもどうも。ああ、です。タマですよね。知ってますよ。え、本当？はい、ちょうどさっき話してたところで、ほら、すぐそこに。おう、たまたまだぜ。たまたま通りかかってたところ、奇遇だったな。違う、たまたまじゃなくて。ああ、こいつか。またまた僕なわけないよ。誰だよ名付けてんの。俺はやってない。違う、そうじゃ。ああ、もう探すだけで夏休み終わっちゃうよ。マイケル先に帰ってて。帰らないで、ずっと一緒だ。あ、一徹くん。ん？あれってたまだ。うっそ。あの短くてサラサラな毛並み、熟したての栗のような色、そして怯えながらもときめく目、うちのタマだ。やったな。おい、タマ迎えに来ただ。帰ろう。待ちたまえ。ん？お前たち悪いが、あと一歩でも踏み進めることを私は許さない。この私、案件の言葉を聞くまでな。君たちは見たところ小学生の格好をした大人だな。言うな。ならば学校のプリントや重要な紙、落書きをしまっておくクリアファイルが必要だろう。そんな君たちにはこれ、エヴァソンのクリアファイル。マイケル、1個持ってなかった？持ってるだ。なんと全部で3種類。一徹、マイケルとタマの山彦探しの夏休みを描いたクリアファイル。この夏休みの旅のいい思い出になるな。刑務所に入れられたボブと彼を取り巻くクローンたちを描いたアルカシラズ刑務所のクリアファイル。動画に出てきたキャラを全部見つけられるかな。そして永遠に留年し続ける田中と、常に飛び級になる中田の田中田クリアファイル。田中か中田という名前の人は見逃せないぞ。それぞれ元の動画を再現したり、ネタを詰めてあったり、税込み800円で発売中。君はどれにするかな。
ほら、これも持ってて大好きだけど、刑務所のやつもかっこいいだ。僕も田中田のやつ欲しいな。二人ともナイスチョイスだ。私の話を聞いてくれてありがとう。それでは前に進みたまえ。たまーたまー、え、たまー、心配しただ。やまびこ叫んでた時にこっちに呼ばれただ。仲間いるなんて知らなかっただ。で、待って、たまって犬じゃなくてやまびこだったの？妖怪だったの？喋れるの？わお、いや、ただちょっと首の長い犬だ。なんだ。じゃあ帰ろっか、タマ。あれ、さっきこんな山彦さんたちに囲まれてただ。いや、帰りを歓迎してくれるだ。歓迎？頭がお花畑のこと。舞ちゃん、何をするおつもりで。舞ちゃん、マイケルの好きなこと同じ名前じゃん。照れるだ。帰るつもりか？なら帰らせてやるよ、土に。舞ちゃん、人間の肉を食うのお久しぶりだが、ちょうど腹を空かせてたところだ。やめろ舞ちゃん、どこまでもクズなんだ舞ちゃん。ほら、この舞ちゃん好きじゃないだ。観念するんだ。危険体008、すでに君は囲まれてる。逃げるなんてやめるわ。人間ドック？おい待て、どこまで人間が嫌いなんだ君たちは。いたぞ今人間いた。これ以上近づいたら爆発物を投げるわ。やめろそれだけは。どうも爆発物です。やめてください、こんな仲間割れなんて見たくないです。分かってくれ、君はパブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・ホアン・ネポム製のマリア・デ・ロス・レメディオス・クリスピン・クリスピアーノ・デ・ラ・サンシリマ・トリニダード・ルイス・イ・ピカソじゃないか。長っ。外の人間に我々のことが知られればどうなるかは明白なんだ。いや、しかしこれしか手がないんだ。待ってくださいよ、パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・ホアン・ネポム製のマリア・デ・ロス・レメディオス・クリスピン・クリスピアノ・デ・ラ・サンシリマ・トリニダード・ルイス・イ・ポチまで裏切るんですか？省略しなよ。裏切り者は君だよ、人間の味方をするなんて。なんてことを言うんですか、パブロ・ディエゴ・ホセ。もういいもういいもういい、ちょっと待って、僕たちが誰にも言わなきゃいいんでしょ、それでいいじゃん。人間ごときにやまびこの運命を預けろと。タマはちょっと変なだけでただの犬だ。別にやまびこじゃないし、今日のこと忘れれば大丈夫だ。やまびこじゃない？もうやめてくれ。僕のせいでこの家族を崩壊させたくない。タマ、やまびこだっただ。まあ人間の口をしてる時点でね、よく考えればそうだっただ。この二人が後悔しないことは僕が保証しよう。ずっとずっと近くから見守ることを誓うよ。まあそれなら。さすがに殺すのは行き過ぎかもしれなかったな。そうだわ。でもタマ、本当はここで暮らしたいんじゃないだ。もともと逃げ出したのも仲間のやまびこの声を聞いたからじゃないだ。もちろん仲間だけど、いいんだ、一徹もマイケルもやっぱり僕の家族なんだ。タマ、なんか呼び捨てされるのは変な気分だけど、ありがとう。何解決した気分になってんだ。そんな薄っぺらい約束に頼れって。舞ちゃん、忘れたのかお前ら、ここに隠れてる理由を。ここまで生き延びられたのも何世代も何世代も隠し通してきたからなんだ。それを一夜でひっくり返すのか。死にたいなら勝手にしろ、でも俺を巻き込むんじゃねえ。そこまでにしな舞ちゃん。ああ、可能性だけで殺すな。コモドオオトカゲさん、我々も逃げ続けてるだけで臆病になったのかもしれない。約束をもし破ったら、その時こそ世界の果てまで追ってやろうじゃないかな、あ舞ちゃん。どうなっても知らねえぞ。おいタマ、リーダーを呼ぶのが遅れて悪かったな。君はいつだって家族だ、忘れるなよ。借金、君というやつはずっと僕のそばにいて最後まで離れないで、ありがとう借金。
そして国家機密、君のことを知れてよかった。人手なし、君のしたことは忘れないよ。ゲロ、腹の底から応援してくれてありがとう。アレクサ、エヴァソンのクリアファイルをカートに入れて。OK Google、 エヴァソンエンターテインメントにチャンネル登録して。ヘイシリ、なんでもない、すみません、よくわかりません。そして晩ご飯、長生きするんだぞ。そうだ、腹いっぱい食べろよ、怪我すんなよ、大きく育てよ。期待してるぞ。待ってるからな。味見させろ。お前らみんな、たった数日だったけど一生に残る思い出だったよ、タマ。大好きだ、タマ。それでは私が下山ルートを案内しましょう。やっと帰れるよ。いい思い出ができたな。タマも無事でよかった。喋れるのは少し変な感じだけど。ああ、よかったらまた普通の犬として泣いてもいいけど。どうしよう。とにかく結果オーライ。ヤマビコについての自由研究ができただけよかっただ。秘密じゃなかったっけ。次回、ようやく全てが解決したはずの一徹とマイケル。しかし自由研究がパーに。おいおい、どうするんだ。いよいよ来週、夏休みが幕を閉じる。最後のお題は月曜夜8時、コミュニティ投稿で会おう。